みなさん、こんばんは。こんばんは。お待たせいたしました。スタートのステージいよいよ始まります。盛り上がっていきましょう。イエーイ。 Are you ready?豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタスケズンミュージックパーク豊田市民音楽広場にお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ということでもう5月3週目です。はい、すごい、来たらに通じる橋がほぼ完成してる。ね、次のここのライブはもうあっちにもいるかもしれない。そうだね。うわ、嬉しいね。もう大体未来の人たちで来てるんですね。はい、ということで第1第3金曜日19時からここの豊田市駅前ギャザビル南広場で行われている豊田市ズンミュージックパーク豊田市民音楽広場なんですけれども、第1週の金曜日がアイドルデー、第3週の金曜日がアーティストデーということで、今日はアーティストデーなんですよね。はいはいはい、私たち先週にスタート定期ライブ19が行われて、そして今日サイトの方、ツイッターとかホームページの方でも発表されたんですけれども、夏の大プロジェクトが発表されました。されました。されました。題してソロテンプロジェクト。イエーイ。言い方はソロテンであってる。ソロテン。ソロテン。ソロテンなんだ。そう、ソロテンみたいな。美味しそうだね。美味しそう。ちょっと本当はね、本当はねソロセブンになる予定だったらしい。さっき今さっき聞いてた。増えたんですね。そうなんですよ。ですね、地元にゆかりのあるアーティストさん10組とスタートから10名のメンバーがコラボをしてソロの楽曲を作って配信限定で発表するというプロジェクトが発表されたんですけれども、定期ライブの次の日にオーディションがあってね、はい、みんなどんどん死んでるのよ。早くから、はい、スタートのメンバー16人いるので、はい、そのうちの10人がソロがもらえるということで、もうめちゃくちゃまだ発表されてなくてですね、発表その組み合わせも誰がソロをもらえるかも順々に発表されていくので、5月からもう5月ですもんね、5月から7月にかけて進んでレコーディングもして8月の上旬頃に発表ということで、皆さん楽しみにしていてください。そして今日はアーティストデーということでですね、そのソロテンプロジェクト決定記念ということで、はい、楽曲に特化して、ライブを進めていきたいと思います。その10組のアーティストさんがですね、発表をもうネットのサイトの方でされているんですけれども、今までも数々たくさん楽曲をスタートに提供していたしていてくれた方がまたソロにも関わってくださるということで、今日は楽曲重視でそのソロの、どんな多分ね、よく知らないよねみんな、この曲はこの人が作ってるんだとか、うん、詳しくは あんまりね見ないと思うので、うん、ぜひぜひこの曲、この人がこの曲を書いてくれてるんだとか、いろいろ今日をきっかけに知っていただけたらなと思いますので、じっくり聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速1曲目に行きましょうか。はい、まずは最新シングルリード曲のこの曲から。スタートに長年楽曲提供いただいている松中さん、菊池さんのコンビの曲です。はい、松中さんがベースの音楽を作って、菊池さんがメロディーを作った本当に合作っていう曲なんですけど、なんとラン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 っていうフレーズが可愛かった。可愛かった。そう、このフレーズがすごいたくさんいろんな歌でも歌ってるし、メロディーでも中にも入ってるんですけど、うんうん、はい、このフレーズがなんと99回も入っているのが、あと1回で、ね、100回だったら欲しい。欲しいですよね。すごいたくさん入ってるので、はい、まあ、いろいろちょっと耳澄まして聞くといろんなところに入ってるので、ちょっと数えてみたら楽しいと思います。99回あるかなって。忙しいよそれ。本当に99回あるか調べてみたいので、ぜひ皆さん、しっかり集中できなくなる。しっかり今日今
からもう披露するので、ぜひしっかりしっかり曲を聴いてみてください。お願いします、はい、それでは それでは聴いてください、ご当地ソング。
次に歌う曲を作ってくださっている方は、あの歌連さんっていう方なんですけど、はい、あの私たちと一緒に We Love Toyota Supporters もね、こうやっている方です。はい、はい、いつもはですね、あの、はい、フォークのいつも素敵な曲をね、はい、歌っていて、はい、ここにおいで、この場所においでっていうね、はい、私たちも PV ね出させてもらっていて、はい、ぜひね皆さんも見ていただけたらと思うんですけど、はい、優しい曲とかね、フォーク調の曲が多いんですけれども、はい、あの今回メロのね、はい、もう言っていいよね、いいね純粋ラブって曲はですね、はい、結構コミカルで、そうだね、はい、歌連さんも、まあ、なんかこんな曲を作ったことないっていう感じの挑戦してくださったので、うん、ソロでもねどんな感じになるのかとてもワクワクしています。はい、この曲は、一途な一方通行な愛を歌った曲です。皆さんのことかもしれませんよ。そう、でも僕の方の歌って言ってたから、ファンの人がアイドルに対して、そういうことだなって気持ち、みんなの気持ちだよねきっとそうですね、はい、ぜひ聴いてってください。それではいきます、純粋ラブ、純粋ラブ、イエイ。
木蓮堂さんは、スタートの初期の頃からたくさんの曲をご提供していただいています。今から披露する曲はですね、エレクトリックピアノの音がとっても印象的な曲になっているので、皆さんぜひ曲の方にも耳を傾けて聴いてみてください。それでは聴いてください。さよなら。
に収録されている曲でありまして、私の初のソロ曲となります。リズムもテンポが良くてすごい可愛いんですけど、歌詞も素敵で、特に私のお気に入りのフレーズは、あの鳴り止まないメロディー愛の宝石になるっていうすごい可愛いフレーズがあるんですけど、その他にもね、いっぱい可愛いが散りばめられてる曲なので、皆さんぜひ聴いてください。ムーンライトパレード。曲はあの今回のメロのアルバムに入っててね、メロに収録されている曲でスタートのライブでは、定番にさせてもらっています、はい、とてもノリのいい曲です。は
はい、そしてですね、今回のこのプロジェクトではアーティストさんにあのアイドル感は考えなくても大丈夫ですってこう伝えてお願いをしているんですけど、あのゲントさんは XJAPAN さんがお好きということで、まあ、もしかしたらそういう曲がね完成するかもしれないので楽しみにしていてください。はい、はい、そして次、アイワナの次に披露する曲は、藤村のりおさんが、の曲となっていて、恋するマーメイドとなーちゃんのソロ曲であるストーリーを提供していただいています。はい、これまでの楽曲はねとってもアイドルらしい曲が多かったんですけども、今回のソロプロジェクトでは一体どんな楽曲をね作ってくださるか、はい、とっても楽しみです。はい、はい、ということで早速1曲目聴いてもらいたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください、アイワナ。姿勢から
います。ありがとうございます。それでは次の曲聴いてください。恋するマーメイド。
松中さん、菊池さんコンビといえば王道はやっぱりバラードですよね。聴いてください、明日晴れる。
らせします、今週末5月19日日曜日にアップルワールドトヨタ店さんでイベントが行われます。11時から15時までのイベントなんですけれども、スタート多分出続けます。そうだね、1日あるね。そうなんです。30分ステージが2回もあるし、はい、ビンゴ大会だったり、じゃんけん大会もあります。結構去年豪華だったよね、景品とか。そうなんですよ、ね、某テーマパークのチケットとか、チケットがね、当たってきた方もいたし、あったりしますので、ぜひ皆さんが時間がある方は、車ちょっと買いたいなって思ってる方、車売ってもいいかなって思ってる方、めっちゃ高く買い取ってくれるし、めっちゃ安く売ってくれるので、イベントの際にはね、はい、今日も直して来てもらったんですよ。あ、そうなの。はい、直して。あ、そこはちょっと大丈夫。え、ぜひぜひ5月19日、もう明日明後日ですね、ぜひアップルワールドトヨタ店さんへ遊びに来てください。そして、夏のプロジェクトでソロ店プロジェクト発表されたんですけれども、はい、もう一つですね、うん、もう一つ、星フェス、去年行われた星フェスが8月10日11日の2日間開催となりましたので、今アーティストさんたちに、ね、声をかけて、うん、メンバー募集中、出演者さんを集めているところなので、はい、随時発表していきます。ぜひ日にちだけ開けておいてください。よろしくお願いします。場所はね、ここです。で、夜じゃなくて皆さん日中の、ね、そうです、はい、暑い中にはなりますが、ぜひ、はい、2日間まるまる開けといてください。お願いします。はい、ということで以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートでした。メンバーごとの並び列となります。今日はメンバー